どうも皆さんこんにちは。で今回は知らない人にいろんなものを食べさせていきたいと思います。まず見てほしいんだけど、ここ見てください。社会の厳しさを知らない女の子がいます。でこの女の子にドーナツを食べさせてあげるか唐辛子をあげるかと、まあこっちが選べるんですけど、まあもちろんこの2つだったら唐辛子をあげましょう。どうやってあげんのこれ。あ、そういうこと。じゃあこれ持ってあげればいいのかな。 No。 あ、イエスかノー。 Yes。 イエスだってイエスだって。食べたいってこと。お、嫌だ、お断り。ダメだよ。あ、食べてる食べてる食べてる。まあ、美味しい、めちゃくちゃ美味しい。あ、なるほどね。なるほど、だからこうやって反応を見ていけると。素晴らしすぎるゲーム。次はですね。見た感じ、ステーキかな。ステーキか、腐った玉ねぎと。あー、もうこれやばいよ。これね、これほんとみんな気をつけてほしいんだけど、玉ねぎね、腐るとめちゃ臭いからね。俺前自分一人でカレー作ろうと思って、謎に玉ねぎ見つかったのよ。一週間ぐらい経った後に冷蔵庫の中から変な匂いしだしたのよ。なんだと。ね、もうめちゃくちゃ臭かったのよ。死人が出るレベルの臭さだったのよ。玉ねぎでした。マジで腐った玉ねぎはやばいということで、この方に検証してもらいましょう。腐った玉ねぎはどれぐらいの美味しさなのかね。はい、とイエスかノー。 No。 No だと喜んでやがる、喜んでやがる。あ、これ分かった分かった。目を閉じて。ちょっと待って、こっちになったんだけど、俺も食べんの。あ、なんか俺が選ぶんだ。見るだけで吐き気がする。俺全部相手に食べさせる側だと思ってたからさ。ちょっと待って、でもね、汗かいてんじゃん。めっちゃ焦ってるわけよ。食べます。俺は食べます。 Yes。 食べさせてください。 Yes と。見てください皆さんね、こういうことなんですよ。逆転の法則。やっぱ大学で心理学単位落としただけあるね。心理学マジで得意です。俺相手の表情を見て嘘か真実を言ってる子一瞬で当てれるっていうね。今日一番簡単なYes。 Yes かノーか。なるほどね、なるほどね。ちょっと相手にやけてるでしょ。これでが大体ね喜んでるんですよ。なのでこっちは食べないと。ほら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 、心理学のプロ。マジで心理学の単位落としただけあるね、俺ね。寝坊で落としましたからね。テストで単位落としたんじゃないと。寝坊で落としたからね。実質受かったようなもん。なんか全然関係ない。自分で部屋リフォームできるんだけど。お金あるから、とりあえずなんかよくわかんないけど、買っとこう。ウェーイと。おしゃれすぎる部屋になったね、ちょっとね。あ、じゃあ、なんかなんだこれ。いたずらタイム出たんだけど、全く関係なくなってきたわ。寝てるんですよね、この方。俺がいる部屋で寝ちゃダメや、絶対。彼女を起こすなって書いてあるんだけど、落書きすんの？あ、じゃあちょっとね、ごめんなさいね、ごめんなさいね。あーごめんなさい。これやばいね。あーこれやばいね。これやばいね。ウンチングスタイルだと。ちょっとプリケースも書いておきます、皆さんね。あーすごいんだけど、おでこめちゃくちゃ反応する。ちょっとこの方、おでこにお尻をかかれるのが相当嫌なんでしょう。こっち、ギリギリ。あ、やばいやばいよ。ちょっとずれちゃったけど、なんか出てるね。あ、これに繋がってると。ストーリー性があります、俺の落書きはね。こっからうんちが誕生して、このうんちからなんと、笑顔が生まれるっていうね。素晴らしい物語。3コマ漫画です、これね。人の顔で読める。はい、もういいよと。どうですか？本当にもう一度寝たい。かわいい。あ、イカゲームだ。イカゲーム来た。イカゲームやるらしい。え、なんか待って。何でも食べさせるのはどこ行った？この世のものとは思えないものを食べさせたかったんだけど、俺は。イカゲームやってんだけど。え、なにこれ？やばいんだけど、見て。これうますぎん。こんなブレブレなのに、こんなブレブレなのに、この正確さよ。うますぎるとマジで。イカゲーム優勝者、俺。あ、来たね。準備はいいさ、始め。また俺なんだけど。俺なにこれ、人質に取られてんの？とりあえずなんか、あー、これかき混ぜて食べさせてあげると。あ、もうちょっとやばいの作りたいね。まず玉ねぎもちろん入れていくよね。まず玉ねぎ入れる。芋虫入れたいね。もちろん入れていくというね。でももしかしたらこれめっちゃ美味しいかもしれない。入ったんだけど。こいつ、芋虫だけ入れたぞ。どこ行った玉ねぎや。芋虫とは何が合うだろうね。チョコですよ、皆さんね。チョコアウト、チョコアウト。チョコと唐辛子。どっちか選ぶってこと、この人が。あ、チョコ選んだ。チョコ選んだ。あー、めっちゃ美味しくなって。めっちゃ美味しいよ、それ。それめっちゃ美味しいね。すごい美味しそう。どうなんですか？美味しそう！美味しそう！金曜、今夜は映画に行きましょう。え、何これ？なんか恋愛シミュレーションゲームなのこれ。結構です。もうこれ以上あなたと話したくない。単純。何をしてるでしょうか？おい、やばいやつ！いきなり頭おかしくなった！なんでだよ！今まであんな普通だったのに、どうしたんだよ、お前は！いきなり頭のネジが外れた。床のモップ掛けだろ、これ、どう見ても。芋虫なんかい。何が失敗やねん、これ。だからこれ、芋虫だと。ね、芋虫をやってるんだと、私は。もう一度やってみて。今度はそんな簡単じゃないわよ。やめろもう、キングコング。でもちょっと楽しくなってきた。すみません、誰かいますか？誰もいないよ、誰もいないよ。なんで開けてきた、こいつとは。下辺サインをください。オッケー。うんこ、結構です。全然物食べないじゃん。ふれ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 、ぶち壊せ。うえー、めっちゃ汚くしたね。はあ、溺れたネズミみたいに見る。それ暴言だよ、それ。渡すのか爆発するの感じになって。なるほどね。ちょっと振って、どっちが先に爆発させるかと。うますぎると。俺に勝てると思ってんね。
バカすんじゃない。おーい、今度はそっちが腐ったネズミだ。濡れたネズミかよく忘れたけど。これなんだこれ。 iPhone くれんの？交換するってこと？トレードだから iPhone くれるんだったらこっちはなんとね、時計あげます。時計あげますと。もっと追加するだと？なんだと、時計が iPhone と交換するのにふさわしくないというのか。じゃあいいだろ、レゴブロックみたいのあげる。これでちょうどでしょ。ちょうどでイブンイブンだよこれ。はい、交換交換交換。ええー、最高やん、最高やん。なんだこれ、俺の腕おかしいんだけど。もげてない？あ、やばい、なんか、あー、うわー、早いよ。今回私が最初に選びます。外してるやん。あ、ここ当たった。普通にめっちゃ適当にやって当てたの俺すごくない？今日はとてもいい天気で公園まで行くのはどう？結構です。じゃあ一人で行くわ。あー、もうちょっとやばいね。来た、やっと来た、やっと来た。これだよ、これですよ皆さんね、食べさせるやつ。なんだこれ、めちゃくちゃ美味しそうなプリンか、ちょっと腐ってるレモンかな。まあ最近ちょっとあんま遊んであげれてないし、この前もちょっとどえらいものをね食べさせてしまったということで、今回ちょっと優しめに腐ったレモンでいきましょうね。優しい俺ね。Yes, yes, yes, yes. No. なんでよ、なんでよ。美味しいよ、レモンは。うわ、許せないな、許せない。いい線いってるけど、私の頭も良すぎます。違いますね。あなたの IQ2 です。あ、美味しそうなチキンか、腐ったポテト。じゃがいも。あ、これね、あれだ。イエスかの、これで、イエスって言うっぽいんかな、これで。じゃあ、ポテトあげる。イエスって言うなら。俺優しいから、イエスイエスだよ、これ多分。ほら、ほら、美味しそうだよ、美味しそうなポテトだね。美味しそうだね、それ。嫌だ、お断り。って言いながら食べてるっていうね。あー、美味しそう、すごいすごい出てる。待って、天使来たんだけど。いやでもやっぱ、ね、いろんなもの食べさせるのは楽しいね。またイカゲームやり始めた天使。ブレブレの状態でも余裕でクリアしていくというね。うますぎるのよ。うま、暴れた。一回止めるだけで一気にねうまくなると。見て、一瞬一瞬で戻るんだけど初期に。うますぎるね俺。ちょっとね、ちょっとうますぎると。イカゲームのクッキー破壊するゲームに人生をかけた男。ちょっと待って、天使にまた落書きできるんだけど、今回ちょっと起こしてみたいね。あ、やばいやばい、ちょっと落ち着いて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 、ちょうどうん、あー、まだ終わってないのに。まだうんち半分だよそれ。また来たよ、この配達員やばいよ。自分からドア開けてくるからね。しかも毎回さえ求められてんだけど、今回ちょっとうんちにしとこう。よいしょ、それで結構ですと。サインだけ書いて、荷物を絶対受け取らない家と。何をしてるでしょうかと。またやばいやつ来るよ。あー、運転カンナムスタイル。これ完全にカンナムスタイルです。もう一度やってみて。今度はそんな簡単じゃないわよ。社長泥棒泥棒。うわ、まただ、拷問タイムです皆さんね。私のでも俺はね、やっぱ美味しそうなもの食べさせてあげたいからね。俺はね、お金ですよ、まず。お金かスイカと。お金入れちゃおう、お金。あ、スイカいいね、俺は頭。いや、さすが俺、さすが俺。じゃあビットコイン入れたいね。ビットコインかチョコ、どっちか、どっちもいいよ。チョコいいね、俺賢くスイカチョコいいんじゃない。あとバナナか。これ何これ、あれか、クスドリアンか。これ究極の選択です皆さん。俺ならいける。なあ、お前アホか。俺アホだ、俺アホだ。何やってんだ俺。最後の最後にやったね、やったね俺。あ、おいし、おいし、おいしい、おいしいっぽい、おいしいっぽいわ。はい、というわけで拷問受けすぎて、もう俺の味覚がおかしくなってきてるっぽいんで、今回ここで終わります。